えば出汁じゃない。あれさ、高級すぎてあんま食べたことないからさ。皆さんこんにちは、アイです。今日ですね、名古屋を応援しようということでね、最近名古屋飯を食べたりとか、名古屋にあるホテルに泊まったりとか、時々動画を出してるんですけれども、今日はですね、名古屋駅で購入できる名古屋飯を紹介しようかなと思います。で、あの名古屋駅もあのキオスクとかね、いろいろあるんですけれども、今回は名古屋駅の中に併設されている JR 名古屋高島屋の地下で買える名古屋飯をいくつか購入してきたので、今日はね、それをね、食べながらお話ししていこうかなと思います。よかったらご覧ください。それではスタート。はい、ということで、あの、私一人でお届けするような感じをお見せしちゃったんですけど、実はこちら側にコクンさんがいます。コクンでーす。で、今回購入してきたのは4つなんですけれども、まず商品から紹介します。はい、今回買ってきたものはこちらの4つなんですけども、今回ね、コクンさんが買いに行ってくれたね。はい、コクンセレクトです。ちゃんとバランスがいいよ、デザートまであって。はい、ということで紹介していきます。まず1つ目はこちら、世界の山ちゃんの幻の手羽先。はい、で次がうなぎの白川の、これつまむしろだし、だしはだしは別売りって書いてあって、うん、買ってきてない。ひつまぶしといえばだしじゃない。あれさ、高級すぎてあんま食べたことないからさ。はい、でこちらがですね、天むすです。とこちらが青柳ういろをこくん買ってきてくれました。はい、ということで、デザートは後にして3つ食べていこうかなと思います。はい、ということで、まずは温かいものから先に食べた方がいいかなと思うから、うなぎの白川から。はい、ちょっと開けますね。で、あのサイズがいろいろあったんだよね。そう、一番ミニにした。ミニと普通のと、うん、あと上と特上があったね。うなぎの量で変わるのかな。そう、あとひつまぶしじゃなくて普通の切り身だけです。1杯目はそのまま、2杯目は薬味を添えて、3杯目はお好みでお茶漬けにしても美味しく召し上がっていただけますって書いてある。そうなんだ。じゃあこれが一番ミニサイズなんだね。そう、ミニサイズだといくらぐらいするの。1700円。あ、結構いい値段するね。じゃん、あ、いいサイズ感。いいサイズ感。なんかあの帰りの新幹線とか、うん、にちょっと食べるのにいいね。すごく美味しそう。わあ、美味しそう。綺麗だね。いろいろなんかそうだね、薬味がついてるから、うん、薬味かけて食べようか。じゃあ先にいただきます。はい、どうぞ。うん、美味しそう。うん、うん、うんしか言わない。うんしか言わない。いただきます。私はね、これにネギをかけて食べるのが好きかも。あ、そうなの。うん、かける、うちのネギ。あ、小ネギかける、うん、あ、そうする、そうする。乾燥ネギがついてるんですけど、多分万能ネギの方が絶対いい気がする。あ、ありがとう。ちょっと冷凍な冷凍になってる、すごい。あの、生活感あふれるものなんですけど。で、いただきます。うん、うん、おいしい。おいしいよね。うん、うん、なんか焼き具合も絶妙だし、タレもすごくおいしいね。これをさ、うん、新幹線の中で食べるってめちゃめちゃ贅沢だよ。贅沢。うん、これはおいしい。これいいね。いいでしょう。うん、うん、高いけど、うん、ちょっと高いけど、このミニで結構ね、いいお値段するんだけど、もう名古屋に来たけど出張とかで全然時間なくて名古屋飯食べられなかったっていう時とかの帰りにも、うん、贅沢にいいかも。ね、美味しい。美味しいよね。うん、食べて食べて。うん、いや、これ本当美味しい。ね。ね、これハマりそう私。ハマりそう。ハマってもいいけど1700円する。いや、白川美味しい。ちなみにこのうなぎの白川は名古屋に5店舗しかないんですよ。つまぶしの中でもね、すごく美味しいところの一つなので、ぜひぜひ名古屋にいらっしゃった時には。はい、ということで次天むすに行こうかな。今回紹介してるのって名古屋飯普及促進協議会っていうところの、うん、このホームページに載ってる名古屋飯っていうのをピックアップして紹介してます。そう、だから発祥的にはね、名古屋じゃないものかもしれないんですよ、この天むすとかも。ちなみに天むすは三重県津市だって。あ、ほんと。はい、なので私たちが名古屋飯って言ってるから、もうこれ名古屋のものだっていうわけじゃなくって、あの名古屋飯で割と有名なものをピックアップしてます。はい、
はい、ということでこちら天むすなんですけど、これがこれ時々買うね、うん、私たちね、ジライヤ、あ、ジライヤ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 かなの天むすです。何個入りとか選べて買えるんですよ。最大50個だったり、そうそうそう、なんかすっごい大きな箱に入れてもらえるんですけど、オープン、じゃん、うわー美味しそう、めちゃくちゃ美味しそう。ちなみにですね、こちら10個入りなんですけど1409円です。ちゃんとね、キャラ吹きとかも入っていてすごく美味しそう、うん、はい、ではいただきます、はい、いただきます。うん、美味しい美味しいね。あの、冷めても美味しいからご家庭にお土産とかもいいと思います。キヨスクで売ってるのも美味しいんだけどね、こちらの方が出来立て感がある。確かにこっちの方がいいか、うんうんうん、横で握ってくれてるんですよ、これ。そう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 、なんか透明なガラスで握ってるとこちょっと見える感じで、うん、で、お食事最後が世界の山ちゃん、やっぱりこれでしょう、幻の手羽先、愛する人へのお土産にって書いてあるよ。オーブン用トレーなどにアルミ箔を敷いて均等に並べてください。ご家庭のオーブントースターをあらかじめ温めておいた上で約1分。中身開けますね、とりあえずね、とりあえず開けます。中はこんな感じ、うわー、ぎっしり入ってる、あー美味しそう美味しそう、これこれって感じ。はい、私もね、ずいぶん前なんですけどね、お店で食べたの。そうで、フームの社員の方が名古屋に打ち合わせに来てくださる時に必ずこれ買って帰るって言って、打ち合わせのたびに今日これ買って帰るって言ってて、それですごく気になって、昔お店で食べたことはあるんですけど、私お持ち帰りしたことなくて、山ちゃんをすごく気になって買ってみました。はい、ということでオーブントースターでちょっと焼いてきました。食べ方がね、ここに書いてある、ね、あ、そう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 、食べ方があるんですよ、一応この手羽先の食べ方、うんうん、好きに食べればいいのよ、まあね、うんうん、好きなように食べましょう。はい、はい、どうぞ、いただきます。はい、熱っ熱っ熱いね、これ本当だ、熱い、熱いわ、熱いね、これたたたたはい、こんな感じです。これをガブッと口に入れてこう引くとスポッと抜けるみたいなんですけど、なんだかんだ私このまま食べちゃう、こうやって、うん、うんうんうん、山ちゃんだね、なのかな、結構胡椒がしっかりかかってて胡椒辛いんですよね、なのでお酒がすごい進む、うん、でもこれがね、またね、やみつきになるんですよ、うん、この辛さが、これ1人前5本、うん、これ今日は10本、うん、美味しい、美味しいよね、美味しい食べちゃう食べちゃうちょっとこれで、あの、書いてある通りに食べてみようかな、うん、うん、こんな感じで、あ、あ、あ、ね、すごいよね、うん、ほか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 、はい、ということで最後、青柳総本家の青柳ウイロー、久々、ウイロー、本当に久々、私ウイロー好きなの、すごいね、もちもちしてて美味しいんですよ。これは名古屋名物って言っちゃっていい？一応発祥はね、よくわからんって感じ、あ、そうなんだでも名古屋のさ、うんうん、百貨店とか絶対売ってるよね、絶対売ってる、あ、なんかビリビリになっちゃうから、いい？やめね、創業明治12年だって、いや、あ、ほんとだ、すごい、カエル饅頭とかも売ってるよね、ね、こういうね、有名、有名だよね、名古屋のお土産の中でも。オープン、じゃん、おお、あ、これ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 、うん、そうそうそう、こんな感じこんな感じ、カラフルな感じで、なんかこれは、うん、普通のウイロの中にあんこが入ってますって言われて、あんこが入ってないのは普通にあれはあの横にあったんだけど、うんうん、俺あんこ好きだから、そうだね、コクさんね、あんこ好きだからあん入りにしてくれたんだ、私あん入り食べたことがない、そうなの、こういうあのあんが入ってないウイロしか食べたことないと思う、うん、でこれね、上から色だけじゃなくてちゃんと味もあって、白っていうのが一番ノーマルなタイプで、これは桜、桜のね、ほのかな桜の香りがするんです。で、これが抹茶で、これがあの、あがりって書いてあるんですけど、多分あん、あんだと思う、あんっぽい、よく知ってるね、あずきっぽい、そう、知ってる、知ってんだ、うん、知ってる、すごい初めて知ってたそうだ、そう、ということで、コクーさんどれ食べる？まあ、あがりでしょ、ほんとに一番、これ一番スタンダードじゃないの、あゆこは桜じゃない、じゃあ私桜にしようと思ったけど、コクンくんは絶対これにすると思ったから、あ、いや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 、これちょ、これいいのいいの、好きなの食べればいいの、うん、じゃあ私桜食べなよ、普通の メインの食べずに、うん、じゃあ分かった、桜いただきます。包装になってるからすごくいいですね、お土産にもね、これね、購入してから2週間ほどが期限なので、うん、あんまり
めちゃくちゃ長いわけでもなく、めちゃくちゃ短いわけでもなく。でもね、常温で保存してくださいって言われたよ。あ、なるほどね。硬くなっちゃうからかな。ね、よし。ここ、ここで抜くってこと。あ、ここね。ここ、ここ、あ、ここ、ここ、ここ。失敗した。失敗した。夫婦で苦戦しております、今。書いてあるんだけど、失敗しちゃった。私もなんか失敗しそうな予感だよ。しょ。あー、いい感じ。あ、いい感じ。できた、いい感じ。きた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 。あら。すごいこのね、もちもち感がすごいいいんですよ、うん、こんにゃくみたいはい、ではいただきたいと思います。うーん、おいしい。この桜のほのかな香りもすごいおいしいし、なんだろう、もお餅とはまたちょっと違うんですよ。お餅じゃない、でもなんだろう、もちもち感もあるし、いや、美味しい。中もね、梅あんって書いてある、白あんなんだけど、梅あんって書いてある。ちょっと梅干しパウダーが入ってるみたい。確かに、ここにほのかに梅っぽい香りがする。あ、梅の香りがすごいした、今。これはあんこがないと食べれんわ。あ、ほんと？私全然なくても食べられる。そうなんだ。うん、私はむしろあんこがない方が好きかもしれない。あ、そう。うん、こういう高放送になってるのいいですよね。なんかカツラみたいにこう繋がっていって自分で切らなきゃいけないパターンもあるから、うん、それがスタンダードだよね。うんうん、だからこういう高放送になってるのはお土産とかにいいかも。あえて自分のためにお色買ったりしないんだよね。買わないね。名古屋人だからもらうこともないじゃん、うん、うちおじいちゃんがたまに食べたかな、うん、食べなかった家にあっても。うん、なんかこの方言しか出てこないんだけどさ、うん、あんこがないと たるいというかさ、たるい。じゃあ、たるいってなんて言うんだろう、あの、たるい、そう、物足りない、物足りないのか。そう、なるほど、たるいって言わない、言うよ出てこなかった、物足りないから食べなかったんでね、うん、昔。お、イエイ、イエイイエイ、イエイイエイ、いつの間にか来てる遅いね、登場がもう終わりだよね、ちょっと遅かったね、一歩ね。はい、今日の最後の名古屋飯はウイローでした。そう、私はなんか名古屋飯ってお食事のイメージがあって、なんかこういうウイローとかを名古屋飯って言っていいのかなと思ってたんだけど、そのコクーンがやたらと見せてくるサイトの名古屋飯普及委員会名古屋飯普及委員会の中にこれがあったと名古屋飯の中にあったということで、はい、今回これをコクーン買ってきてくれました。はい、ということで今日は名古屋駅で買える名古屋飯を紹介しました。今日紹介したものは、あの名古屋駅に併設された JR 名古屋高島屋の地下で購入することができるので、ぜひぜひ名古屋にいらっしゃった時にあの立ち寄ってみてください。あのまだまだあのコロナの状況はね変わらないので、あのまたね名古屋にあのすぐ来てっていうわけじゃなくて、またあの来られるようになったら来てあの立ち寄っていただけたら嬉しいです。はい、ということで今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。遅い。でもありがとうございました。一緒にレイしてた。